こちらなんですけど、あの、なんていうんですかね、あの、下野さんが、はい、あの、22歳の大学生ぐらいっていうのが一番こう、やりそうなキャラクターじゃないですか。あ、そうですね。22歳のこう、大学生で、はい、サークルの3つ下の1年生で入ってきたばっかりの子と付き合ってる4年生。はい。で、意外と1年生のその女の子の方が18歳なのに、すっごい主導権を持って彼氏を振り回している。あー、なるほど。で、付き合って、2ヶ月目ぐらいですね。2ヶ月目ぐらいで、はいはい、あの、彼の、あの、こうなんですかね、車、うんうん、もう大学生で軽自動車とかですよ。はいはいはい、はい。彼が運転してるところの助手席で前に向かってて、はいはい、彼女が、あの、横からちっちゃく言った言葉に対してこう答えてもらう感じ。はい。ドライブしながら。はい。じゃあそれではまず一つ目、すごくストレートに普通の男子として言っていただきたいと思います。下野さん、どうぞ。何言ってんだよ。お前のことが好きかなんて、好きに決まってんだろ。かわいい。なんて言うんだろう。今ね。なんだろう。かわいいとか言わないでください。今俺の中に32歳の女子がいる。32歳の女子の気持ち。かわいいっていう。キュンってしちゃう。同年代の女性だ。同年代の女性からすると、もう下野さんたまらないと思いますよ。本当に。ね。まあそういう一番かなり素に近い、まあ素に近いのは22歳の男子っていう32歳もどうかと思いますけど、そこを今あの味わわせていただいたところで、はい、じゃあちょっと違うところ行きましょうよ。はいはい。あの、ね、やっぱりあの、もう下野さんといえば、うん、もうかっこいいヒーロー関係のものもいっぱいやってるじゃないですか。ああ、まあ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 、はいはい。まあですよね。そうですね。そういうあの、かっこいい系の、あの、こう、ヒーロー声とかもちょっとやっていただきたいなというふうに思っておりまして。なるほど。こちらはですね、ラジオネームコレアレさんからいただきました。はい。こちらです。はい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 。これあの、多分前の試合で、あの、これ負けてるんですよ。はいはい。あの、サッカー選手ですね、きっとね。なるほどなるほど。まあ前の試合で負けてるんだけども、この2試合目、とりあえず、後半ロスタイムまで同点で持ってきました。はいはい。で、あの、延長に入って、延長に入って、延長の、あの、センターサークルで、あの、相手に対して、捨て台詞の言う言葉ですよ。ああ、なるほど、はいはいはい。もうここまでかなり頑張ってるのにと。はい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 。いうことで、さあ、この試合負けないぞと、はい、ここまでやってきた成長した俺をあいつに見せてやりたいという、はい、これは高校2年生のサッカー選手ですね。はい。じゃあそれでは、サッカー部のキャプテン、下野博さん、どうぞ。負けっぱなしじゃ、悔しいからな。これがいいのは、前の試合負けてる人であること。重要なのは、これが重要なのは、ね、初めからずっと強い人ではなくて、ちょっと今頑張って、はいはい、で、今のもうすっごいこう強がって見せたんだけど、はい、どこかに隙がある。まだ。これが僕、ザ・下野博だと思います。ありがとう、下野さん。いえいえ。いやー、ってことで、はい、そういうのありましたけど、うん、じゃあ、あの、ものすごい、うん、あの、なんすかね、渋いのを、うん、全力でやるとどうなるんだろうっていう。渋いの？渋いっていうか、はい、あの、かっこいい系全力でもう隙がないなっていう。やつをやってもらいたい。隙がない感じ。隙がない感じ。隙がない感じ。30代の男性の役とかやったことあります？30代は、ないかもしれませんね。なかなかないからこそあえていきましょう。こちらラジオネーム、おいでよ、けだものの森さんからいただいたこちらなんですけど、このセリフを、あの、ものすごい、こう、声じゃないですか。だからこれはもう、相手は、自分はもう40近いですよ。37、8。なんで笑うのそこまで。はい、そこらなかなか来ないからですよ。いや、はいはい。ですよね、はい。じゃあもうバーですよ、バー。バーで。バーで飲んだ後。なるほど。バーで飲んで、その後、何かな、バーの、ホテルの最上階のバーで飲んでるわけです。はい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 。で、下に部屋が取ってあるんだっていう、ドンベタですよ。ベタ中のベタですよ。で、27、8の、女子を、こう、一緒にエレベーターに乗せるわけですよ。はいはい。エレベーターに乗せて、こう降りて、部屋に入んない、エレベーターの中でこれ。なるほど、ちょっと、ほろ酔い気味な感じで。お互いもほろ酔い、もうすごい、こう、なんか、いろんな様々なゲームとかをお互いでしてるわけですよ。そんな悪い女だと思わないで、みたいな話もいろいろあるわけですよ。なるほど。あったところで、もう大人の余裕としてこういう話をして、だからもう、相手に対してこれですよ。はい、わかりました。できますか？頑張ります。人生でそういうことが多分ないと思うんですけど。はい、頑張ります。頑張ります。なので頑張ります。なので、じゃあそれでは、高級ホテルでも、あ、なんか、イタリアンスーツとか着てますよ。そういう感じで。したことねえ。もうイメージ数。はい。それでは、下野博さんに行っていただきましょう。どうぞ。目をつぶりな。キスするときは、そうするもんだ。あがれこれ！なにこれこれ！今のね、意外にできてるのが逆に燃える。なんだろう、この感じ。なんで意外とできたんですか？そして恥ずかしがってるんですか？なんだこれ、なんだこれ、
んだこれ。どうしたんですか。今手元の唐揚げがなんかあの油をにじませている感じになってますよ。そうですね。なぜかスタジオに唐揚げ持って入ってきてくれてるんですけど、吉本さん。うわ。今のちょっと自分でもちょっとあれやりすぎたって感じがします。いやもう今完全に指先が冷たいです。指先冷たい。もう本当に。そうですよね。そうですね。じゃあそういうあのちょっと大人すぎるのやりすぎたんで、はい、今度はあのやっぱり14歳ぐらいの少年みたいな得意じゃないですか。随分下に下がりましたね。14歳ぐらいの少年で、14歳の少年なんだけど、すげえ美少年。ですっげえ美少年で、周りが思わずこういうことしてしまいたくなるなっていうやつをやっていただきましょう。ラジオネームカリさんからいただきました。はいはい、わかりました、はい、でこれ実際の兄弟です。で17歳のお姉ちゃんがいます。で17歳のお姉ちゃんがあの買ってきたんだけど、ちょっと私にはなっていう。でお姉ちゃんの方が背が高い兄弟ですね。あーなるほど、はい、でお姉ちゃん私買ってきたんだけど、ちょっと私には小さかったからあんた着てみなよっていう風に、あーもう完全にニヤッとした感じで言われた。ニヤッとした感じで言われてる。そんなもう確実にお姉ちゃんの方は分かって買ってきてる。はいですよね。はい、そんな悪いお姉ちゃんを持ったすごい美少年の弟として、お姉ちゃんの部屋の鏡の前で、言っていただきたいと思います。それではどうぞ。お姉ちゃん、こんな服着せて僕に何する気？これはやばい。このままね、メイクさせて、そのまま、なんでかわからないけど、大丈夫わかんないってって言って、駅前の、なんか、あの、ハンバーガー屋とこまで連れて行かれて。なんだかんだ連れてかれて、なんだかんだ連れて行かれて。で、好きな女の子にすごい、なんかこう、見つかったりとかして、あれなんとかくんとか言われて、あらわーってなるパターンのやつですよね。多分なります。あ、でも、ここの場合、今、言葉交わしちゃったじゃないですか、うん。そうじゃなくて、とりあえずすれ違っただけで、なんとかくんにすごく似てるけど、綺麗な子だからきっと違うなっていう話から。気づかれないパターン。ややこしいストーリーが始まります。ややこしいストーリーが始まったやつで、じゃあどうしようかな。これね、やっぱりね、さっきから思うのが、下野さんが全て完璧にやり遂げているくれている感じですよ。そうですかね。だからそうでしょうか。だからこそですね、ちょっと違う方向も行こうかな。うん、じゃあですね、こちらは、ラジオネーム、あの、ロッカラバーズさんからこれいただいた、これ行きたいんですけど、これなんですけど、これあのまず一つ目やっていただきたいのが、はい、あのまず、うん、あのこれはものすごいこうなんですかね、もう白馬の王子様的な、うん、もうすごいちゃんとしたスポーツマンで、うんうん、勉強もできてっていう、うん、そうですね、18歳の高校3年生、もう生徒会長とかもやってるような人ですよ。はいはい、でも普段も真面目、はい、でそれが16歳のものすごいこうやっぱお嬢様の、うん、あの女の子で、でもこう、うん、産むな女の子と何かあって、うん、こうなんですか、完璧なエスコートをして見せてる感じですよ。なるほど。であのそれこそもうなんか、よくわからないけど舞踏会みたいなところに行くような、はい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 、超お嬢様と、うんうん、超あのこうなんすか、お坊ちゃまが、はいはい、2人でこれであのその日の帰る時に、はい、相手のこうなんすかドアをこうあの開けたりしながら、うん、これを最後に一言身元で小さく囁いてお嬢様に向かって囁いていただきたいというふうに思いますが、はい、さあよろしいでしょうか。それでは、下野さんが一つ一つでちょっと笑いながら毎回やってくれてるんですよね。はい、まずは、そちらの貴公子として、はい、貴公子下野さんどうぞ。これで満足？すいません。なんでかわかんないんですけど、あの、この、ね、40代のディレクターが、あそこで、40代男子のヒゲのディレクターが、はい、今この瞬間で、わははは、だって。なんかわかるその感じ、なんかね、あの僕もなんかわかります。すごい、いろんな人たちが現れる。たけちゃんまんさん満足ですとか、こちらラジオネーム、ヘビヘビさんひょーってのがありますよ。ひょーってのがありますよ。ひょーってなんでしょう。あー僕も満足すごいですね。ヒゲの D わらわらわらとかですね、ある中なんですけど、今の僕がやるんだそれだけじゃないんですよ。今のこれで満足っていう今のセリフだったんですけど、うん、あちらに対してプロデュースできた私のことが満足でしたかっていう感じだったじゃないですか、うんうんうん、今度はそうじゃなくて、うん、あのですね、で全くあの全然あの好きでもない、はい、人に、はい、無理やりこうあの連れ回されて、はい、ある時もうこれはあの相手はもう男子でもあの女子でもどっちでもいいんですけど、うん、もう無理やりいろんなことされるわけですよ、うん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 、唇とかも奪われたぐらいの、あじゃあそれで行こう、今行ってから思った。あのとりあえずもうほぼ女子みたいな気持ちの男子、なるほど、女子みたいな気持ちの男子で、で、なんかもう、あの、いろんな、もう、受け身で来て、で、連れ回されて、もう、そういう、もう、めちゃくちゃにされて、あの、こう、キスとかいきなりされて、はい、その瞬間に、もう、こう、うってねじりながら、首をうってねじりながら、もう、相手の目を見ないで、怒りながら言う。怒りながら言う感じ。そうそうそう。今まで、あの、いろんなことをやられて、うん、もうだからさっきのはもうあの OK ですかっていうやつですけど、うん、もういい加減にしろよっていう怒りを込めて、はいはい、もうあのなんですか、もうこの後帰ってシャワー浴びたいみたいな、そういう気持ちの、はい、わかりました、下野さんでやっていただきたいと思います、はい、この子はそうだな、どれぐらいがいいかな、
21歳の大学生、はい、大学生になってから結構遊んでます、ここまで真面目でしたみたいな子ですよね。で、女の子もいろいろあったんだけど、とうとう男子にこんなことをされているみたいな感じかもしれない。相手が男子か女子かは自分の想像でお任せします。その設定もすごいな、それを今俺は思いついた。はい、じゃあそれでは下野さんに、今度は何ていうのかな、まあ、はっきり言うと完全に被害に遭った人として、はい、やっていただきたいと思います、はい、どうぞ。これで満足。ごめん、やっぱり志村さん今日さ、いろいろやってもらったけどさ、なんすか、今日さ、やっぱり志村さんめちゃくちゃにしたいね。何やろその感想は。あと一つか、もうあと二つなの。ちょっと待って、そうなのか、どっちかな。じゃあ一回やっぱりめちゃめちゃに釣る前にこれ一個言ってみようよ。これでね、一つ考えたんですけど、これ、ねはいはい、合わせ技がいけるって思ったんだ。ラジオネームうどんさんと針金ハンガーさんのやつがこうページにまたがってますけど、はいはい、これでおー、なるほど、これすごい悪い音なんですよ。さっきの数に近いんですけど、もう少しそんな完成されてない、なるほど、ちょっともう調子に乗ってる、俺ってちょっとモテるんだよねっていう22歳ぐらいの、こう男子、はい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 、そしてこれ言っていただいて、で、相手の方の女の子もこう結構悪い女の子、はいはい、悪い女の子と悪い男を気取ってる同士、気取ってる同士なんだけど、女の子の方は悪い人を悪く見せたいんだけど、実際はそうではない、はいはい、感じる人として、そうか、そうですね、二人のこれは何かな、飲み会抜け出してきちゃった感じで、お互いの彼氏彼女も来てるのに、悪い感じですね。もう7、8人ぐらい、結構大規模な飲み会だから大丈夫っつって、はい、2人して、2人だけ別の店に移動する途中です。はいはい、それでは下野さん、今度は悪い男としてどうぞ。なんだよその生意気な口、俺が塞いでやろうか。彼氏とじゃなくて俺とするキスはどう？こんなんだろうね、この、すいません、もう一個言って大丈夫ですか？もう一個言って、大至急ね、大至急、はいはいはい、わかりました、すいません、どうしたんですか？大丈夫ですよ、大丈夫です、大丈夫です、徐々に僕の MP が減っていってるだけです、大丈夫です。じゃあ今 MP が減ってってるところで、はい、最後の弱った MP をあえてもうゼロにしていただきたいと思います、はい、じゃあ最後これ、はい、わかりました。これすいません。とりあえず、まあ、告白した後に、相手のリアクションを待ってるのが辛くて、泣いてしまう14歳の男子、爪入りでお願いします。なるほど。だいたい体育館裏だと思うんですね。はい、わかりました。体育館裏で、自分のこう、スニーカーの先を見つめながら、はいはい。いう感じだと思います。メガネしてる、この子。なるほど、なるほど。じゃあ、それでは、かなり真面目な男の子して、最後、やっぱりめちゃくちゃにしたいわ、下野さん。それでは、どうぞ！やっぱり、僕じゃ、ダメかな。もう絶対 OK なんだけど、あえてダメって言いて。